好きで、はい、で、まあ、お店とか、音楽の店とか、地ではあまりないんですよ。レコード屋さん。うん、ですから、日本に来たら、すごく、いいなぁと思ってるんですよね、ずっとから。で、まあまあ、もし、レコード最初からも、そんな、つまるわけじゃないですね。日本に来てから始まったんです。これは多分4年前ぐらいです。はい、4、5年前ぐらいです。で、そこで気づいたのは、まあ、世界で、日本のレコードはすごい評価高いんじゃないですか。そうですね。なんか、ここ最近思いますね。うんうん、この最近ってどれくらいですか、ね、でも、5、6年前ぐらいから特に、あ、そうですか。すごい。その前、もうお店して13年ぐらいになるんですけど、はい。13年。うん、もう10年ぐらい前から、すごいマニアックな人は、うん、お店来てくれたり、はい、ヨーロッパとかアメリカから。はい。でも、ここ5、6年で、アジアとか、オーストラリアとか、ちょっと違う。オーストラリアすごい多い。オーストラリアはほぼ毎日誰か来てたんです。オーストラリア、うん。オーストラリアの若い人たち。若い人、うん、年代は20代。20代。うん。でも、ちょっとこう、ハウスミュージックとか、テクノとか、そういうのが。エレクトニックの。そう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 。で、店長さん。はい。で、13間店やってて、はい。で、ちょっと、それ、ま、個人な、ことなんですけど、うんうん、ちょっと聞きたいんですね。なんで、はい、何のきっかけでお店開いたんですかね。僕はでも、もともと、自分のお姉さんが、小さい頃にレコード屋さんで働いてて、はい、あ、そうなんですか。そう。それで、そこにこう CD とか買いに行ったりしてて、はい、楽しいなと思って、はい、で大学生の時に、まあ、ちょっと有名な、CD チェーン店で、ちょっとアルバイトしてて、はい、あでその後に、普通に会社で働いたけど、はい、なんか面白くないから、やっぱり、すぐ辞めて、で、中古レコード屋さんでアルバイトして、はい、3年半ぐらいかな。おで、それから、そこでノウハウ。ノウハウは学んでないけど。なるほど。まだですか。そこまで。で、また、普通に会社、働いたけど、やっぱ面白くないから、やっぱり、やっぱり音楽、そう、2回ですね。うん、音楽で働きたいなと思って、それでお店しました。お店出すなかなか勇気がいるんじゃないですか。だから13年前は、本当に、レコード屋さん、CD 屋さんとかレコード屋さんがなくなって、インターネットに、
そうですね。そうそう。なった時、本当に。ちょうどそのぐらいですかね。そう。レコーデさんたくさん潰れて、うん、あの、みんなもうこれからはインターネットの時代になって、あその時にちょうど始めて、ちょうどきっかけが良かったですかね。そう。いや、でもみんなにも本当バカじゃ、バカにされて。あなぜ そう。今逆、インターネットでやったらいいじゃん、みたいな。そう。そうそう。それで、でも、本当6、まあ6、5、6年ぐらい前から、うん、今度は逆にインターネットだった、だけだった店が、海外のお客さん来るから、みんなこう、うん、こういうお店をまた始めて、はい、まあそういう流れに。うん、やっぱりそうですね。僕も、自分も、あれですね、あの、インターネット時代もだったから、うん、で、そこでまあ、ずっとインターネットも新しいものだったんですね。で、その時に、まあ、MP3 とかね。はいはいはい。僕ももう毎日、もう毎夜、まあ、あの、ずっとダウンロードして、わー、ダウンロードばっかりですよ。してて、でそっからもういろんな音楽を、うん、まあ、その、あの、そのおかげで音楽、いろんな音楽を、あの、聞くことができたんですね。はいはいはい、はい。で、そのバグラはあったから、うん、今、日本に来て、じゃあ、それは同じような、ちょっと、レコードで出てきるのって素晴らしいと思って。はいはいはい。だから、で、あと、まあまあ、こんなもの、レコードは素晴らしいものですからね。音楽だけじゃなくて、もう、うん、ジャケットももう、素敵ですよね。うん、そうですね、うん。で、やっぱり、コロナは、どれぐらいの影響あるんですかね。だから、毎日買い、まあ、特に、あの日本の国内のお客さんは、やっぱインターネットショップと、お店と、うん、まあ、ほぼ一緒ぐらいだったけど、まあ、お店ちょっと、あんまりちょっと来れなくなったりして、はい、まあみんなインターネットになったんで、まあ、そんなにあんまり売り上げ変わらないですけど、そうなんですか。うん。でも、海外のお客さんは、やっぱりお店に来てくれるお客さんの7割ぐらいが海外のお客さんだったんで、だからお店の売り上げはやっぱりね、それだけちょっと減りました。そっか。けど、まあ、インターネットの注文は増えましたね。その海外からの。その代わりに。うん。まあ、それでよかったですけどね。うん、でもなんかほんとさ、寂しい。このコミュニケーションが、毎日誰か来て、ほんと、誰かに、友達に聞いてきたって。はい、あ、そうだね。ってそうやってね、お話しして。人間として。そう。で、別ばっかりでも、そう。冷たいですからね。で、ね、なんかこう、美味しいレストランとか教えてとか、あ、なんかこう、楽しいところ大阪ないかとか、で、こう、いろいろこうコミュニケーションして、楽しかったですけど、それが本当1年間ないから、うん、すごい寂しいですね。インスタグラムとか、ツイッターとか、フェイスブックとかはずーっとして、はい、それをなんかね、見て、あの、ね、海外とか日本国内からお客さん来てくれてたんですけど、まあなんかそれもちょっと自分で飽きてきて、ああ、そうですね。なんか次の楽しいアクション。で、お店の、うん、あの、出身っていうの、音楽ジャンルというか、それを、音楽ジャンルはメインですか？そうです。なんかレコードで、ちょっと、あの、こう、DJ の、はい。お客さんがすごいもともと多いんで、あ、DJ の方ですか？ DJ、そう、その、まあ、ハウスミュージックとかディスコとか、でもなんか、そういう人たちが、ちょっとこう、ゆっくりした感じのも、かけれるような曲、でもロックとか、はい。ジャズでも、ちょっとこう、ダンスフロアでかけれるような、ああ、なるほど。シティポップとか、はい、そういうのを中心に、オールジャンルで置いてます、ね。はい、うん、こう。僕、全部好きなの音楽です。まあなんか、ちょっと、あんまりよくわかんないけど、誰が来てもなんか楽しめるようなお店がいいかな。はい。あの、オーダレの音楽がいいですね。うん、まあ、南米の音楽も。うんうんうん。あの、持ってくれてるしね。あれもすごいありがたいですよ。うんうんうん、いや、みんな好き、うん、日本のお客さんすごい好きですよ、やっぱり南米のね。ああ、そうですか、ね、うん。ブラジリアンミュージックとかラテンミュージックとか、はい、すごい。なんかサイケロックとかもね、アルゼンチンとか、ね。そうだね。はい。チリもあります。チリもありますよ。もう何枚か。そうですか、うん。でもちょっとね、入手するのが難しい。ね、今、アメリカ
送れないんで、日本郵便は。あ、そうなんですか。ストップしてるんで、1年間ぐらい。お、手紙しか送れないんですよ。それは大きいです、ね。うん。でも、僕はあの、DHL でわかります？はい。DHL 契約してるんで、はい、送れますけど、だいたい、2700円ぐらい。おー。まあ、EMS と一緒です。おー。でも、チリは、チリは高い。1枚ですか？ 1 枚から、2キロまで。ああ。だから5枚とか、あの、まあ、EMS と一緒です。物によって重さですかね。うんうん、そうそうそう。うん。で、チリは？チリはね、4500円。うわぁ、チリ高いんですか。それは、買うのも考えずですね。あ、でも、たまに注文来ますけどね。そうなんですか？うん。ええー、すごい。南米の人とか。欲しいものを見つかったら、そうです、ね。買うんでしょうね。うん。まあね、こっち来れないし。来れない、来れないですよ。それ店長さんの、なんか、おすすめな、おすすめ、レコードとか。おすすめなレコードあります。そうですね。龍一坂本ですね。はい。サウザンドナイブス。千のナイフ。なんで、このレコードはおすすめですか？このレコードは、なんだろう、僕多分坂本龍一さんのレコードで初めて聞いたと思うんですけど。あ、そうなんですか？なんか、ちょっとこう、もうイエローマジックオーケストラですごいこう、はい、なんかポップなイメージだったけど、はい、なんだろう、ちょっと変わった本当に音楽で、はい、こう、ちょっと衝撃受けまして。何年ですか？これはね、78年ですかね。お、僕生まれたとこです。生まれた。僕79年。おぉ、よく、もう、フォーしたんです。そうそう。じゃあ、はい、お願いします。はい。どんな音で、出してくれるかな。え、日本語ですか？これはね、いや、英語だと思う。あの、ボコーダーで。そうそうそう。まあ、すごい、ちょっとサンバっぽいですけど、それでちょっとこう、メロディーが、ちょっと日本の、古い、旋律みたいな。レゲエ。ああ、そうだ、まあ、レゲエ。すごい。僕も初めて行ったんですよ。初めて？